皆さんこんにちは。こんにちは。マップカメラ YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回はレンズのご紹介ということで、はい、タムロンから新レンズの 50-300mm f4.5-6.3 のレンズのご紹介です。タムロンから登場した高倍率ズーム、はい、そうですね。明るさも十分あって軽量なので、これから夏のさまざまなシーンで活躍してくれそうなレンズになってます。今回はソニー E マウントのレンズということで、はい、ソニーのボディを使って撮影していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、まず気になる外観から見ていきたいと思います。こちらのレンズが約 665g と軽量なレンズなので、こちら今つけている α7CR との相性もいいですね。非常に撮り回しが良くて、フルサイズ機だけではなくて APS-C 機との相性もいいかと思います。レンズにズームリングのロックスイッチがついていますね。移動中にレンズの重さでレンズが伸びてしまわないようなボタンがあって配慮されています。レンズにフォーカスセットボタンも1箇所ついております。花形のフードが付属しています。ズームリングとフォーカスリングがゴム製になっていて、グリップ感も良くて回しやすいです。ブラック塗装になっておりまして、傷や指紋がつきにくくてお手入れしやすい仕様になっています。フィルター径は汎用性が高い 67mm 径になっています。で、外観を見てきたので、これから撮影していきたいと思います。はい、こちらのレンズが 50mm から 300mm と幅広い焦点距離をカバーしているので、これから2人でいろんな被写体を撮っていきたいと思います。はい、私がソニーの α7CR で広角側を担当して、じゃあ私は α74 で望遠側の撮影をしていきたいと思います。はい、では撮影していきましょう。はい、はい、私が担当する 50mm 側から撮影していきたいと思います。このレンズが 50mm からとなっているので、普段使っている標準域に近い画角かと思います。こちらのレンズがハーフマクロの撮影にも対応しているので、広角側でこんなに近くに寄って植物の写真を撮ることができます。当たりそうなぐらい近いですね。そうですね、気をつけないとちょっと危ないですね。寄れるレンズなので植物の撮影にもいいですし、テーブルフォトなんかでも役立ってくれるかと思います。カフェで撮影する際にもちょうど距離感もちょうどよくて、アイスコーヒー撮ってみたんですけど、すごいみずみずしい質感とか伝わると思います。 50mm から 100mm ぐらいの焦点距離でポートレートも撮りやすいと思うので、早速撮っていきたいと思います。前ボケもすごい滑らかで綺麗な写りですね。優しい写りなんで、ポートレート撮るときに前ボケ入れて撮るのもいいかもしれません。普段あまりズームレンズ使わないんですけど、いつも 50mm ぐらいの標準域の単焦点使っていて、でも使いやすいですね、すごい。うん、すごい綺麗な写りですね。 α7CR につけて撮ってるんですけど、ボディバランスもすごいいいので、こう結構動きもあって撮影するときにもいいかなって思います。このレンズがすごい寄れるレンズっていうことで、植物とか葉っぱに寄ってみたんですけど、ピント合ってるところもすごい綺麗に描写されてて、そこから滑らかにボケてるのが撮れましたね。すごい細かい葉脈まで、そうなんですよ、表現されてますね。はい、今ずっと持って歩いてるんですけど、どうですか、はい、持ってめっちゃ軽いですね。あ、そうですよね、軽快に歩きながら撮ってたので、はい、なんか重さを感じなくて、なんかタムロンで似た価格で 50mm から 400mm のレンズがもともとあるんですけど、はい、うん、そちらが重量が1キロ超えで、結構重厚感、ね、重量が重いので、その 400mm まで使わないよっていう方は、この50から 300mm すごい使いやすいレンズなんじゃないかなって感じましたね。なんか気持ちが楽になりますよね。そうですね、この1本があれば、なんか旅行とか、うん、はい、レジャー、これから夏のレジャーとかでお出かけするときにも、この1本があれば結構賄えるんじゃないかなと思います。そうですね、こちらのレンズ使って広角側でポートレートだったりお花を十分満喫できたので、はい、名残惜しいですが渡したいと思います。じゃあ今度はこちらの α74 で望遠側も撮っていきたいと思います。はい、お願いします。ではですね、望遠側の撮影をしていきたいと思います。こちらのレンズなんですけれど、初めて望遠レンズ使う方にもすごくおすすめです。 50mm の始まりからですので、もし遠くで狙いたいものがあった時にですね、このような
状態からズームで被写体に寄ることができるので、撮りたいものを見失わず撮影することができます。やっぱり最初に200mm とか 300mm スタートですと、あれどこに合わせたっけと見失ってしまうことがあるんですけれど、こちらは 50mm からですので、やっぱりズームして狙ったところを見失わず寄れるっていうのがすごく使いやすいポイントです。あとですね、こちらのレンズ AF 性能すごく優秀なものとなっています。こういう手前のものから奥のものに切り替える時なども、本当に静かで素早く切り替えることができます。本当に外で使用していて、本当に AF の駆動音全く聞こえないなと思いました。あとですね、動き物の撮影とかもしたんですけれど、ソニーのボディの AF にしっかりとついてくる精度と速度で、非常に動き物の撮影簡単にできましたし、しっかりついていってくれるので、もう簡単に撮影することができました。今回ですね、 AF メインで使っていったんですけれど、ここに外観紹介でも紹介したフォーカスセットボタンですね、使いますと MF のフォーカスリングを絞りに割り当てることができるので、ズームと絞りのリングとして使えるというのがすごく使いやすくて、 AF しか使わない人とかだと、今日は AF で使おうかなっていう人にはすごく使いやすい機能でした。もうずっとピント合わせたまま離さないですね。もうここはボディの性能にしっかりついてくる AF 精度だなと思います。あとですね、鳥とか飛行機撮ったんですけれど、この上を向いた時に気づいたのが、逆光耐性がすごく優秀でした。今回のレンズですね、 BBARG2 というコーティングが施されておりまして、このような写真ですね、ちょっと太陽入っちゃってたりする時もセンサーの焼けには気をつけてほしいんですけれど、フレアとかが全く出ないというのはすごく驚きでしたね。飛行機を撮った写真です。1枚目ですね、 300mm で撮ったんですけれど、もう少し寄りたいなと思った時にですね、 APS-C モード、ソニーのボディですとあるものございますので、焦点距離ですね、 300mm から 450mm まで使うこともできるので、より遠いものも撮影することができます。続いて望遠側の描写力というのをちょっと見てみたいと思います。開放で撮影しております。非常にシャープに映っていて、もうすごい開放でもこんなに綺麗に撮れるのかというほど綺麗に映しています。あとですね、F8 ぐらいまで絞った写真もお見せしているんですけれど、 F8 まで絞るとさらにくっきりと線がはっきりしますので、開放でもすごい綺麗なんですけれど、 F8 ぐらい少し絞るとさらに描写力というのが増すのが分かります。今回ですね、1日この50-300mm 使ってみてどうでしたか？はい、もうなんかこの1本ですごいいろんな被写体が撮れるなっていうのを実感しましたね。はい、あとですね、同じ被写体でも広い絵から寄った絵まで、いろんな種類の写真が撮れるので、すごくそこも楽しくて魅力的かなと思います。はい、あと描写もすごい良かったので、日常生活だけじゃなくて旅行とかにも持ってきたいなって思ったレンズでしたね。最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介したタムロンの 50-300mm F4.5 から6.3、 詳細は概要欄に記載しておりますので、ぜひご覧ください。マップカメラ YouTube チャンネルでは、このような新製品のご紹介や季節の撮り方など、さまざまなコンテンツで皆様をお待ちしております。ぜひチャンネル登録、高評価お待ちしております。またですね、このタムロン 50-300mm よかったな、欲しいなと思う方はコメントもお待ちしております。またマップカメラ公式 LINE アカウントでは、皆様のお友達登録お待ちしております。 ID 連携していただきますと、よりお得な情報を手に入れることができますので、ぜひお友達登録、 ID 連携よろしくお願いいたします。マップカメラが運営しているフォトシェアリングサイト、エブリバディフォトグラファーでは、皆様からの写真のご投稿をお待ちしております。今回ご紹介したタムロンの50-300mm、 こちらを使って撮ってみた写真などもご投稿お待ちしております。お待ちしております。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。お昼何食べたいですか？カレーうどん、なんか味濃いもの食べたい。ちょっとさっぱりした。さっぱりした。